え皆さん、こんにちは、えー。桑原でございます、えーと。ここにパネルもございますので、恐れ入りますマスクを外させていただきます。えー、本日はこういった機会をいただきまして、誠にありがとうございます。またあの、サイトの方でご覧になっていらっしゃる方も、ぜひよろしくお願い申し上げたいと思います。えー、あの私どものご,、えー、ご説明をさせていただきます。とりあえずあの、今、第一四半期が当社の3月末決算でございますので、 第第四四半半期期が終わって第二四半期の途中とといいうことでございます、えーまあ、私どものことをご存知の方もいらっしゃれば、まあ、もしくは、えー、もうすでに株主でいらっしゃる方、もしくは、えー、社名も含めて、ですね事業内容も初めて聞いているんだという方たちもいらっしゃると思いますので、まあ、あの全体的に当社のご説明をさせていただきたいというふうに考えております何卒よろししくお願い申し上げます。 えー、今回は、えー、4部構成ということで、まず簡単に当社のご説明をさせていただいて、事業内容をその次、そしてあの第1四半期、えー、今朝発表しましたので、その業績について進捗を含めまして、えー、ご説明させていただきます。えー、そして、えー、現在の期ですね、えー、2023年3月期の会社計画、えー、をご説明させていただいて、まあ、大まかなところでの進捗状況もご説明できたらなというふうには考えております。 では、まず当社株式会社イントラストについてご説明をさせていただきます。創業は2006年の3月でございまして、資本金は10億4500万と、決算は3月でございます。場所は千代田区麹町ですが、麹町といっても、あの皇居のですね、半蔵門の目の前の角の住友不動産さんのビルをお借りして、そこで営んでございます。えー 主な拠点といたしますと、東京がもちろん半蔵門にございましてで、その歩いてその2、3分のところに、一番町にですね、本社のアネックスとしまして、もう一つビルをお借りしています。拠点としましては、秋田、仙台、富山、そして名古屋、大阪、福岡、東京、そしてあの浜松の方に、ちょっと事務作業、コールセンターをやってます、浜松ソリューションセンターを置いてございます。 え、従業員の数は、え、約200、約239名、この時点でですね。まあ、これはあの、アルバイトさんやパートさんも含めての数字でございます。 事業内容は、保証事業、ソリューション事業と書いてございますが、まあ、あの我々が一応、まあ、皆様にお伝えしているときの会社の事業はというときには、総合保証サービス会社ですというふうにお伝えさせていただいています。その内容につきましては、これからあの少しずつご説明をさせていただきますので、ぜひご関心を持っていただければあの大変うれしいなというふうに考えております。えー、遠隔事業の、事業創造の歩みということでございますが、2006年、 に創業いたしまして、えー、まず、全く何もない状況から、まあ、人集めから始まりまして、えー、まあ何人かの仲間とスタートいたしました。えー、一番最初の事業はですね、家賃債務保障事業ということで、 え、アパートやマンションにお住まいになる、住居としてお住まいになる方たちの連帯保証人を引き受けいたしますというところからスタートいたしました。えー、まあ最初の頃はですね、なかなか事業もうまくいかず、顧客もなかなか集めることができなかったんですが、まあ、あの、そこから、え、みんなで力を合わせて頑張ってきたおかげでですね、大手の不動産管理会社のクライアントさんとも、 接触するこここととががででききててそこから着実に数字を伸ばししいくことができました創業してから4年目、やっと売上10億を達成いたしまして、まあ、総合保証サービス会社ですということで、最初からスタートしておりますので、まあ、家賃、債務保障にとどまらず、そこ立ち使ったノウハウを横展開していきながら、いろんな保証サービスを提供していきたいという思いの中で、いろんなことを模索してまいりました。 えー、その次は2014年、コトピックスとして書いてございますが、ソリューション事業、これはあの実は家賃債務保障に非常に、まあえー、近いところから、そこから派生した、えー、業務でございます。 例えば審査だけを承って提供したりです、ね、もしくはそこに伴う保険の募集業務を提供したり、もしくは身に付き案内のコールセンターとしてサービスだけをご提供したりと、まあ、リスクを引き受けるものを保証というふうに呼んでいますが、そこから派生する特殊業務的なものも保証は引き受けませんが、サービスを提供させていただくというソリューション事業というものを始めております。その後 先ほど申し上げた、まあ、同じ保証業務になりますので、世の中にはです、ねえー、連帯保証人が必要とするような環境というのは、まあ、いくつもございまして、えーまあ、ほぼほぼ同時に、えー、ここでは2014年と15年というふうに分かっています。 分かれておりますが、介護費用保証、そして医療費用保証、あのこちらまたちょっと後で詳しくご説明いたしますが、えー、家賃債務保証で使ったノウハウと仕組みを利用しまして、介護費用保証と医療費用保証というものをあの提供させていただいております。その後にですね、えー、昨今の、まあ、 少子化ですとか、女性進出ですとか、直近では子ども家庭庁という行政も立ち上がったぐらいですね、養育費というものの部分についての問題が非常に顕在化して生きているという中において、養育費保証という保証商品も提供させていただいております。 その後、このグラフにございますが、おかげさまで売上は順調に右肩上がりで上がっておりまして、この一番右側の青色の線のところが今期に該当いたします。2023の3月期予定では売上62億というところをかざしておりますので、こちらの内容につきましても数字を踏まえましてご説明を進めさせていただきたいというふうに思っております。 当社の強みを、まあ、あの少しご紹介させていいいたただきたいと思います、えー、収益性というところであのお取引させていただいている不動産管理会社さんですとか病院さんですとか、えー、そういったところがかなり大手さん業界の中でも大手さんというところが、えー、かなり私どもお取引が多くなっているかなと思いますまあ,あのボリュームがありますもんですからそこに対しては非常にこう収益性の高い効率の良い,い ビジネスをさせていただいているということで、まあ、収益性が非常に高いというところがあると思います。それから付加価値という部分については、まあ、あのソリューション事業ということを先ほど申し上げましたがそこの部分も含めましてですねお客様のニーズに対してオーダーメイドの商品で柔軟にまあ商品をご提供していると,ということで提携の商品をそのままご利用くださいということではなくてかなりお客様のニーズに合ったものを、まあ えー、捉えながらですねご提供させていただいている、非常に付加価値の高い商材をご用意させていただいているというところ、それから、えー、3つ目でございますが、チャレンジ精神、あの家賃債務保障にとどまらず、ですね医療、介護、養育費、それからあの昨今もあのいろんなあの、えー、連帯保証人という立場においての、えー、商材をですねいろいろこう研究しながら、今後も続けていろんなものをご提供していきたいと、まあ、こういった精神を持って、えー、進めている会社でございます。 次に事業内容をもうちょっと詳しくご説明させていただきます。先ほどあの、まあ、保証事業とソリューション事業というお話をさせていただいたんですけれども、まあ、大別してですね、保証事業というのは、当社がリスク、滞納が発生して、まあ、焦げ付き、未就金が発生した場合のこのリスクを当社側が取る商品を保証事業というふうに我々呼んでいます。 一方で、ソリューション事業というのは、その保証事業から培ったノウハウを派生的に商材化して、ですね、お客様のニーズに合わせたものをご提供させていただくというところでございます。 ちょっと詳しくいたしますと、保証事業の方は、アパート、マンションに入居される方の連帯保証人ということで、家賃保証が収益の中ではかなり大きな部分を占めています。から、2つ目は医療費用保証、これはですね病院に入院する方ももちろんいらっしゃるんですけれども、必ず入院されるときには、連帯保証人をお書きくださいというふうに、病院さんの方も、入院患者さんの方にお願いをしています。 それをまあ今まではです、ね、人,で人で連帯保証人をやっていたんですが、これはまあ我々機関保証会社が保証してさせていただくというような商材でございます。から3つ目は介護費用保証。これはあの、えー、介護施設に入所されるときに連帯保証人、もしくは保証金のようなものが必要になってくるケースがほとんどでございますが、まあ、そのときに私どもが連帯保証人として立たせていただくと。 あのその次は養育費保証これは、えー、実は離婚された、えー、政治未,未成年のお子さんをお持ちの 離婚された夫婦の中で、ですね養育費をきっちりと受け取られているという方は、2割強ぐらいしかいなくて、あとの7割から8割弱ぐらいの方が、養育費を受け取られていないということで、まあ、一般的にはですねあの別のケースもあるんですけど、一般的にはお母様の方が親権を持ってで、養育費を支払い義務をお父様の方が持ってるケースが大体9割ぐらい、逆のケースももちろんあるんですけども、そういう中で。 実際、養育費を受け,られ受け取れているお母さん母子家庭というのは非常に少ないという中で、えー、私どもがそこの部分の補償を一定、一定の補償をさせていただくというような、えー、ビジネスといいますか、商材でございます。なかなかこれはです、ねえー、難しい商材ではありますけれども、まあ、私ども、総合保証サービス会社としてはあの、ぜひ社会の皆さんにお役に立てるような商材として育てていきたいというふうに考えております。 ソリューションの方は、えー、先ほどもちょっとお話した保証から派生したものでですね、えー、ちょっと分かりづらくてすいません C&O サービスというのはあのコンサルタントをしてお客様のニーズを聞いてですね、そしてあのコンサルタントとしてご意見を提供するだけではなくて O というのはオペレーションまでやらせていただいてあの実際の果実を取っていただくというようなコンサルだけではないまたオペレーションだけではない コムサルトオペレーションセットにしてお客様に実際の実利を得ていただくというようなサービスでございますオペレーションをやっているのを主,な主にやっている場所が先ほどちょっと冒頭にご説明した浜松ソリューションセンターというところでやらせていただいているケースが多いです から保険デスクというのもソリューションの一環で,です、ね、えー、賃貸マンション、アパートにお住まいになるときに、入居するときに保,証あの保険に入っていただくことがあの多いかと思いますが、そこの保険の取り次ぎの業務をさせていただく、それからドックオンサービスというのは、えー、入居者の方にです、ね、一斉同胞でいろんなことをあのご通知したいとか、えー、もしくは未就金だった方たちに連絡を取りたいというようなときに、 携帯電話からの SMS、ショートメッセージサービス、これを一斉同報して、ご連絡をつけさせていただくというような仕組みを当社の方で持っておりますので、そこを部分的にご利用いただくと、まあ、こういったリスクは取らないんだけれども、特殊な業務についてのサービスを提供させていただく、まあ、こういった保証業務とソリューションと、2つの柱でビジネスを成り立たせています。 え保証事業について簡単な立て付けでございます。あの一番分かりやすいのが、えー、アパートマンション、この左側の絵ですが、えー、アパートマンションのオーナーの方がいらっしゃって入居を希望される方がいると。えー、一定のお家賃を支払うのでこの部屋に入りたいというご希望がある。えー、オーナー様の方は、えー、一定のお家賃をいただければこの部屋をあのお貸し,しますよという形なんですが、あの必ずと言っていいぐらい連帯保証人をつけていた形になります。その時に、その 間まあ、入居者とオーナーの賃貸借契約を前提に私どもイントラストが連帯保証という形で入らせていただくと、まあ、この三角形の形が保証の基本になります、まあ、こういったものをこの横展開をしてです、ね、医療であるならば病院と入院患者さんの医療の契約、えー、治療費を払うので、えー、医,療医療行為を提供すると、まあ、その中に間に入る、まあ、介護につきましても同じように 介護施設と入所者さんの間に我々が入らせていただく、養育費についても、親権者と養育費支払い義務者の間に我々が入らせていただいて、もしそこの原契約が履行されない場合、経済的な部分での金銭の授受がなかった場合、我々が連帯保証をさせていただくと、これがこういった三角形の関係が、保証の原則的な形になってございます。 えー、我々はなぜこれからも成長していくのかということを簡単にご説明させていただきます。まあ、あの今までですね、遅、え、延、ー、だとか、えー、それから親族で支えていた個人の信用を、まあ、基幹保障、法人である保障会社が企業として保障する社会になっていくのではないかというふうに考えております。まあ、核家族化が進んだり、えー まあ、なかなかそのお友達や知恵、もしくは親族に、ですね、えー、なかなかこう私の保証人になってくれよというのは、なかなかちょっとこう言いづらいところもございますし、また逆に、あのそれを頼まれた側も、えー、非常にちょっとこう、関係が悪化するんではないかということで、なかなか断りづらいとか、いろいろですね気を遣わなければならないところが出てくるかと思いますが。 これを法人で契約として、そこの部分をご提供するということで、非常に煩わしいお気持ちや関係の部分について、お手間を取らすことがなくなるというところが一つございます。例えば、この上の米中っぽいまああの欄のところですが、管理会社だとか、不動産管理会社ですとか、病院なんかの場合ですね、例えばお家賃が10万円で、 えー、実際はその2か月3か月滞納すると、えー、30万40万の未就金が発生するわけですが。 あのここについて、連帯保証を引き受けてくれというと、ですねやっぱり、えー、ご自分としてこんな金額まで自分が保証しなきゃならないのというようなご心配があ,のあるかと思います。ここをですね、えー、我々が連帯保証としてお引き受けすることで、入居者の方も、えー、家主の方も、まあ、ご安心していただけると。実はですね、えー、そのののの管理会社や病院などの下のところの 表に書いてございますが、あの連帯保証人になった方が、実際、その連帯保証を引き受けて、その債務で破産をしてしまうという逆にケースがあって、えー、連帯保証人の保護という観点も含めて、ですね、えー、極度限度額というものを設けましょうとで、極度限度額が設けられてないものは、えー、連帯保証人としての責務はなくなりますよというような法律が定められました。えー、連帯保証人、これあの、えー、2面ございましてですね、 えー、連帯保証人になってくれと言われた時に、えーとまあ、ちょこちょこっとああ分かったよと、まあ、お前信用してるから俺連帯保証人になるよっていう話もあるかと思うんですがその時に極度限度額を設けますということになるとですねその極度限度額を記載することになりますで記載してその連帯保証人の方はその金額を認識しなければならないとそうすると極度限度額が書かれているとえもし万が一の場合って俺こんな金額まで 保証しなきゃいけないいのっていうことでますます連帯保証すす。るのがが拒むケースが出てきたりします同時にですね、えー、極度限度額を設けますと、えー、例えばあのお部屋なんかをお貸,し借り貸す,貸すオーナー様の側からすると、えー、極度限度額があるってことはそれ以上に密集が発生した場合自分は保証してもらえないのねっていうことでですねまあ 連帯保証人さんの保護という観点からはもちろん有効な非常に決め事ではあると思うんですけれども一方ではその金額を認識することによって連帯保証人になることをさらに避けてしまうというケース同時に貸す側からすると極度限度額が決まっているのでそれ以上のものが発生した場合に全額保証してもらえないじゃないかという、まあ、こういったケースが出てきております。 ところがあの法人の基幹保障はですねあの極度限度額がございませんなので、えー、人が連帯保証に入るよりもですね、えー、連帯保証会社が入ることによって、えー、極度限度額についてのその上限がなくなるということと同時に。えー 今までお友達に頼んでいた、頼まれていた側も、そういったものを引き受けることがなくなるということで、保証会社、基幹保証会社がここに入ることによってです、ねあの、さらにスムーズな賃貸借契約であったり、連帯保証契約であったり、そういったものが進んでくるということで、社会全体がです、ね、あのそういった方向に向かっているというところでございます。先ほどの,あの医療の病院のお話をちょっとここであのさせていただきたいと思いますが、 えー、当社医療費用保障ここちょっと詳しくご説明しますと病院はあの実は未就が非常にあの多く発生しています、えー、病院はもう応酬義務が終わりになるので例えば具合が悪いとか救急の方が運び込まれてきた場合に、えー、治療費用払えますかというようなことを、まあ、海外ではなんかそういった、えー、聞くことがあるようなんですが、まあ、日本の病院の場合はあの高熱が出てるもしくはあのどっかが骨折していると。 で、担ぎ込まれた方たちにまず治療費払えますかということはまず聞かないと思いますもう当然ながら治療にかかるというところでございますが、まあ、確率的に中にはですね、えー、その治療費が、えー、お支払いすることができない患者さんも中にはいらっしゃると思います、えー、当然ながら治療した後に、えー、未就金が発生することはよくないので、えー、治療費用を請求されるわけですけどもその中でもやっぱり お支払いしていただけない方というのは一定率いまして、大きな病院では病院、あのベッドの数が多ければ多いほどその金額が膨らんでいくわけでございますが、ここに書いてございます、全国の病院の平均未就金というのは、大体年間で450万ぐらいは発生していると思います。病院というのは、ご承知の方もいるかもしれませんけど、ベッド数が20以上あると病院と呼んでいまして、20, 20, 病院以下20未満ですね。 ク、えー、クリニックととかか診療所とかいう,ふうに呼んでますがあの病院さんはベッドが20以上あると病院という呼び方を名称、まあ、そういったあの区分けの仕方をしています。で病院の平均未収金450万ですが、まあ、多いところはも数千万の未収金があって、大病院さんですとも本当何千万の未収金が発生してしまうケースがあります。えー、そういったところで,です、ねえー、私どもがその未収金についての 保を病院さんに代わって、病院さんの未就金を我々が保障させていただくと、まあ、そういった商材を3年前ほどからやらせていただいております。先ほどの民法改正で上限規定ができたというお話もさせていただきましたが、そこにも当然かかっていまして、病院さんの未就金というものが膨らんでいく可能性が高くなるということで、我々が医療費用保障という商材を作らせていただきました。 弊社の実績として今138病院さんとご契約をさせていただいています。全国には今申し上げた20以上のベッドをお持ちの病院さんは8300ございます。で医療施設総,合総数これは18万今申し上げたクリニックですとか診療所まで含めると18万の医療機関さんがございます。えー、今我々は病院さんにだけご提供させていただいておりますがあの非常に好評でございます。 どういうご連絡の仕方をしているかというと、ここに書いてございます、大手損害保険会社さん、実名で言いますとも、東京海上日動さんと、損保ジャパンさんと一緒に提携をさせていただいて、病院さんの方にご案内をさせていただいてます。 あの、東京会場日動さんや損保ジャパンさんは、あの、医師賠償、お医者さんの、その、いわゆる、えー医、医療の過去ですとか、そういったところに、えー、損害賠償請求された場合にお支払いできるような、あの、医師賠償という保険、まあ、そういったお医者さんを守るための、 保険をですね、まあ、各病院さんを通じてお医者様にいろいろご提供しているということで、この東京会場さんと損保ジャパンさんの2社で合わせて大体95%、8300の病院中のうちの95%の病院さんとの取引がすでに終わ,る終わりになるというふうなあのお話、まずは我々も認識しております。そこのもともとの,の、えー、ルートをあー、まあえー、ご一緒にさせていただいて、 我々の医療費用保証を販売させてていいいただいています、えー、なぜ東京海上日動さんと損保ジャパンさんがその医療費用保証の販売活動に協力してくださるのかというと実はここで発生するリスクがあります密集金のリスクがありますこれは当社元請けとして保証会社としてお引き受けしますがそこの一部を東京海上日動さんや損保ジャパンさんに保険をかけさせていただいていますつまり我々が保証を引き受けして 保証料が上がるとその一部を保険会社さんにリスクヘッジとして転嫁させていただくということであの保険会社さんの保険料も増収していくということで、えー、一緒に営業活動をさせていただいているとあのもう一社さん私ども以外に、ま、我々の知っているところでは、えー、もう一社さんこの医療費用保証を始めてらっしゃる会社さんもおありになりますが我々が認識している開示されている資料からしますとこの138というのは あの当社が多分あの、医療費用保障を展開している、えー、保証会社の中ではあの、一番の数字だと思います。そしてこの8300、ちなみに従いまして、えーまあ、ブルーオーシャンといいますか、これから全国の病院さんに、まあ、東京海上日動さんやソンポジャパンさんと一緒に、えー、推進していきたいというふうに考えております。 えー、先ほど3年ほど前からと申しましたがあの、まあ、3年前というと、まあ、当然皆さんもご存知なコロナがあの発生した時期でございます、えー、一時はすごく、えー、訪問回数も増えて、えー、病院さんへのご説明も非常に活発に行っておったんですがあのこの2年間ぐらいは病院さんの方の状況からしてですねなかなかそういったご紹介の機会というものが 得ることができなくて、一時営業活動が非常に鈍化したというところがございますが、まああの、昨今では少しずつまた病院さんの方もお話を聞いてくださる状況になってまいりましたので、まあ、これからを非常にこう我々も楽しみにして、皆様にご提供していける機会がいただければなというふうに考えております。3番目、2023年3月期の第一四半期の業績を改めてご説明させていただきます。 昨年実績と今年の実績を比べていただくと、売上で25.7%増収しております。営業利益で30.8%増収しております。おかげさまで2桁成長、それも25.7と、利益に関しては3 0 8ということで、かなり大幅に成長させていただいております。家賃債務保障の成長がです、ね、やはり寄与して、売上げは大幅増収しております。 それから、費用の増加抑制も適正に行われているということで、営業利益も大幅に増収しているというところでございます。ちょっと右方の方にコメントを書いてございますが、まあ、ソリューションから保証に切り替わっていただいたお客様もいらっしゃいますので、これが非常に保証として、増収に影響を与えてくれたと、から医療費用保証についても、おおむね計画通りの進捗でございます。 家賃債務保証で一番気をつけなきゃいけないのは焦げ付きのリスクそしてそこに当てるための適正な貸し倒れ引き当て金ですがあのここにつきましてもきっちり抑制がされて増加率は安定しているというところでございます。 今の繰り返しになりますが、売上だけの試案期に関しましてはまあ12、126%増収しております、保証の事業が寄与してくれて、これだけの増収を果たすことができていると、これが第一試案期でございます。 利益に関しましても、先ほど申し上げましたように、棒グラフで表しますと、えー、30.8%ということで、大幅に増収をしているというところでございます。利益率も一時ちょっと低下したように見えますが、あのやはり25%に戻っていると。この低下したのはですね、えー、先ほど申し上げたあの、 浜松のソリューションセンターを設置したり、それから本社の一番町アネックスを改めて新設したりというところにちょっと費用的なものが一時的にかかりました、そういったところが営業利益率を一旦低下させました、これは将来の投資というふうにご理解いただければと思います。 医療介護につきましてここは我々も皆様にぜひ期待していただきたいというところなので改めてハイライトさせていただいておりますがこのように右肩上がりで増収もしくは病院さんとのご契約は あの高ままってきてきおりますあの一度ご契約していただいた病院さんにつきまして大体95%ぐらいが公開をしていただいてますので、まあ、とストックとしても我々非常にこう楽しみにしておりますし今までなかった商材そして、えー、日本でも代表するような東京海上日動さんや損保ジャパンさんと、えー、協業してこのブルーオーシャンの8300の病院さんに対して果たしてどこまで何のシェアまで 持ってていいいいけるるかというととうこころろをを今非常にこう力を入れているところでございます、まあ、あのまずは10%いくと830の病院さんその次が1600の病院さんにご導入いただければですねあの家賃保証を抜くそれだけのポテンシャルを十分に持っている商材でありマーケットだというふうに考えておりますのでここについては 注力してまいりますし、こういった機会があれば進捗についても皆様の方にしっかりとご報告をさせていただきたいというふうに考えております。23年3月期の会社計画、通期での会社計画でございます。ここにつきましては62億 と営業利益で14億5000万ということで、前期比に比べまして25.4%の増収、そして利益に関しても22.4%というふうにしております、えーと。こういう計画を立ててございますが、えー、先ほどから第一四半期の決算発表をさせていただいた中におきましては、えー、売上高、それから営業利益ともに予想を大きく上回っております。 えー、この進捗というものは第一四半期に限らず第二第三第四通期という中においてこういった傾向が維持できるように、えー、進めていきたいなというふうに考えております。えー、あわよくばあの期待値も含めてでございますが情報修正などができるようなそういった、えー、数字が作れていけたら。 非常に皆さんにも喜んでいただけるかなというふうに思っておりますので、さらなる高みを目指して、ですね62億14億5000万はきっちりとクリアしながら、皆様にご信頼をいただいた上で、引き続きご支援をいただけるような結果を残したいというふうに考えております。進捗でございますが、売上については、第一支援期に関してだけで23.5%、紙期との比較におきましても、約もう半分。 言っております利益に関しましては、もう上期の利益の半分以上をもう消化しておりますので、えー、このペース、えー、この傾向を第二四半期も維持して、えーまあえー、もう今、8月の後半ですから、あと1月9月、7、8、9も、この数字を、えー、ぜひ維持していきたいという希望を込めまして、ですね、えー、上期発表の時に皆様にご覧いただけるようなあの形にしていきたいなというふうに考えております。 売上高の年間推移と計画でございますが、この一番右側の80億というのは、これは2年前に中継を出させていただきました。その時の予定が3カ年で80億で、ボトムラインで20億というものを出させていただきました。今年62億の14億5000万でございますので、62億から80億というのは、 18億増収しなければなりません、約30%弱、二十数を増収しなければなりませんが、まあ、現在、第1四半期から第2四半期を迎えている中においては、この中継をですね、中継の80億のボトムライン20億、これをきっちりと消化するということを改めて肝に銘じて、 現在進めております、まあ、一時期です、ね、中継を出したときに、この80億のボトム20億っていうのは、なかなか難しいんじゃないのというふうなお話とか、ご意見もいろいろ各省からいただきましたが、やっとなんかそんなような兆しが見えてきたので,です、ね、80億のボトム20億っていうものをきっちりやれるように、中継に関しましても十分な意識を持って進めていきたいというふうに考えております。 株主の方には当然ながらご関心があると思いますが配当についてもずっとこういう形で増加させております。配当成功30から40を目指しているということでございますので当然ながら売上が上がって利益が上がってです、ね、進めて成長していけるんであれば配当成功30%から40%を目指すと。 お約束したいというふうなことからするとですね、どこかでまた増配ができれば、皆様にまたさらにご期待していただけるのかなと思っておりますんで、しっかりと頑張っていきたいというふうに考えております。 まあ、あのこんな形で簡単ではございますが、えー、ご説明をさせていただきました、えー、なかなかちょっとこう当社そのもののポテンシャルをです、ねえー、この短い時間の中で皆様にどうお伝えしたらいいかなということで、えーまあ、簡単ではございますがお話をさせていただきました、えー、ちょっと時間的にまだ多少あるんでしょうか、あのー、ご,ご意見ですとかご質問、えー、いただければ答えられる範囲内でお答えさせていただきたいと思いますので、えー、何卒よろしくお願い申し上げます 以上でごござざいいまますす、はい、ありがとうございますそれでは質疑応答の時間を設けておりますのでそちらに移ります。ご質問はまず事前にいただいています質問その次にライブ視聴者様からのチャットによる質問それから会場の皆様による質問の順番で承ります。事前質問をいただいておりますのでご紹介いたします。新市場場区分のの上場維持基準の適合に向けた計画書 こちらの現在の進捗率を教えてくださいとのことです。よろしくお願いいたします。はい。えっ、ー、と進捗率、えーと。その前にあの、えー、新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書というものを我々、えー、出させていただいておりまして、えっ、ー、と現在のところいつまでにということは、えー、ご指示はいただいて、えー、ないわけですが。 あのまあ、やはりそれがそんないつまでも先の話ではなくてですね、えーまあ、どっかのタイミングで当然ながら基準をクリアしていなければいけないとであのいくつか上場のプライム上場基準の規定が当然あるわけですがその中で実は当社がまだ達成していないところが2つあります流動比率がこれ35%が必要なんですが当社はまだ34.8とか7とか まあそのくらいだったと思いますが、まあ、株数にするとですね、えー、数千株でございます、えー、それはあのまあ、我々の方でですね。えー、ま、あの我々の意思の中で、えー、そのぐらいの規模の株式の数であれば3。5%を。 上回るような手段というのはいくらでも取れると思いますのでまあ、これは一つ十分クリアできるとでもう一つ一番の基準がですね、えー、流通時価総額で100億円というところがございます、えー、当社、えー、正確ではございませんが昨日の株価で おそらく150億から60億の間ぐらいが自家総時価総,総額だと思いますがあの仮にですね、えー、この35%の流通時価総額、ごめんなさい、流動比率の35が、まあ、仮に40にしたとして、えー、そうすると250億の時価総額があると、まあ、100億になりますよと、えー、いうことになるわけですけれどもこの、えー、計画書の中で出させていただいているのはまずは中継で出させていただいている、えー、とトップライン80億 そしてボトムがが20億とというところが前提になります。なので先ほど会社説明会の時の先ほどのご説明の中でこの80億の20億っていうのは絵に描いた文字ではなくても我々はある程度そこを目論んだ上で作っていて進捗に関しましても順調にそれに向かって進んでいますと。 いう,ふうな表現をちょっとさせていただきました、えー、なので、80億の20億、トップライン80億のボトム20億ということが達成できるということが前提で、我々お話をさせていただいているわけですけど、80億いきますとです、ね、えー、と営業利益で20億でございますので、20億で見込みの税引き後の利益で13億2000万ぐらいになります。 えそうしますと流動比率が35%で掛け算をしますと今大体 PR で17倍ぐらいなんですがまあ毎年毎年こういう形で25%から30%の成長率を維持できるのであればまあ我々の思いとすると大体 PR で2223倍ぐらいまではあのご評価いただけるだろうということから考えると108億円の流通時価総額というのは クリアできるというふうに考えてございますので、まずはこの中継で書かせていただいたトップライン80億、そしてボトム20億、そしていろんな意味での成長を皆様にご理解いただけるのであれば、この流通時価総額100億、そして流動比率35%、その他の項目も含めてすべてクリアできるというふうに考えてございますので、我々側とすると、 進捗は順調に進んでいますというふうな表現をさせていただいていいのかなというふうに考えておりますはいありがとうございましたそれではライブをご視聴いただいている方からですねあのご質問いただいておりますので順番に紹介してまいりますまずスマホ数の制約数についてこちらニュースが最近少ないのですがコロナの影響が大きいのでしょうか また営業力、人員を含め、同業他社と比較して弱い感じがあるのですが、いかがでしょうかというご質問ですすよろししくお願いします、はいえー、とスマホ数については、ですね、えー、先ほど申し上げたように、コロナの時コロナが始まる前に、えー、始まった頃にですね活動していた営業,力営業量よりも、やっぱり若干ちょっとこうあの落ちていた時期がありますが、最近また見積もり依頼の件数というのは増えてきております。 なので、このあと、今後は、それは右肩上がりで上がっていくというふうに信じておりますし、東京海上日動さんやソンポジャパンさんに全部預けてお願いしているわけではなくて、当社もその部署については、人を増員して、現在、1、2、3、4、5、6名体制でやっておりまして、10月にまた1名入社をして、そこに戦力として関わってくる人間が増えております。それと、ニュースとして、IR としてなんですが、 あの当然ながら IR を出す時はですねその出す方の方の側のご了解をいただいた上で、えー、出しています、えー、そうすると中には病院さんの方で、えー、まあ今回の IR はうちの名前出さないでおいてくれるっていう病院さんもあればあ出してもいいよという病院さんもおありになるのでそこの調整の部分で多少時間がかかってるところはありますがあの病院の獲得数は着実に増えています、えー、なのであのこの医療費用保証については マーケットもありますし、非常にいい商材だというふうに我々も考えていますので、これからも積極的に人員増加をし、営業力をつけながら進めていきたいと思います。あの他社と比べて営業力が弱いんではないかというふうなご指摘なんですけれどもあの、我々は決してそんなふうに思っておりませんで。えー パートナーとしてご一緒させていただいている東京海上日動さんや損保ジャパンさん、それとあの医療費用保証に精通した当社の社員、えー、そういったものがあのご一緒させていただく中においては、えー、比較においても当社の方が勝っているというふうに感じています。 はい、ありがとうございます。はい、えっと医療保障についてえっ、ー、とあとに二つほどご質問が来ておりますのでそちらからご、えー、ご紹介いたします。医療費用医療費用保証マーケットのニーズは拡大とありますが、中期的に見て御社の売上はどのぐらいになるイメージを持たれておりますか。うん、私もこの分野の保証はかなり成長性があると思うので教えてください。はい、ありがとうございます。 えっとまああの開示されているほぼ開示されている内容なのでいいと思うんですがあの今期だいたいえ四億弱ぐらいの売り上げを見込んでいますえー、そして近い将来えー、まあとにかくそこに関わっているスタッフに関してはえー、当面十億をまず二桁億を目指そうというふうにしておりますでまあ何でもかんでもですねあのコロナがコロナがっていうのがなんかどうも言い訳じみて聞こえるかと思うんですがあの決してそうではなくてですねえー、病院さんは本当に コロナの,あの診療もしくはそういった手当てでですねもう大忙しをされていて、えー、確かにこの密集の問題っていうのは非常に認識は高くお持ちいただいてるんですけどあのー、まあ あの優先順位とすると、やっぱりコロナの患者さんへの手当、えー、そういったものがやっぱり優先されます。一、えー、日も早い収束があればです、ね、えー、病院さんの負担ももちろん減るでしょうし、まあ、我々のお話も積極的に聞いてくださるということで、えー、これのポテンシャルは非常に高いというふうに考えています。えー、なので、当社の今,社今期の予定、予算は4億弱でございますが、一日も早く10億、そして先ほどちょっと申し上げましたが、8300の病院があって、 450万円の未収金がだいたい平均あるということなんですが、えー、っとどういう保証料ベースになっているかっていうとですね仮に450万円の未収金のある病院さんには我々保証料でですねだいたい、えー、300万円強ぐらいの程度の保証料をお見積もりとして出すケースが多いです。えー、未収金だったものが例えば450万病院さんであったものを我々が300万での保証料でお引き受けすると。 そうすると、病院さんはこちらで450万損だったものが保証会社に300万払えばこの450万円の未就金相当のものを回収しそして未就金のがゼロという病院さんに買われるという中において非常にこれ有益な商品だということをご理解いただいて大手のグループ病院さんなんかもご加入いただいています。つまりですね1病院で大体いい300万から400万円ぐらいの保証料を計上することができる契約になるわけです。 で先ほど8300の病院のうち、とりあえず1あの、まずは10%、830の病院さんに導入いただこうと、そして、まあ、マーケットシェア100%ということはないので、えー、100%はないんですが、まあ、目論見としましては、えー、10%から20%、まあ、20%の病院さんまでは、えー、難なくいけるんではないかと、その20%というとです、ね、まあ、8320 0 0の20ですから、まあ、1600から1700病院ぐらいは、 導入していただけると、まあ、それがあの、えー、2年後なのか10年後なのか分かりませんけれどもまずはとりあえず今年予算を消化し近々にまあ10億を達成し次のポテンシャルとすると1600の病院さんに対して300万円の保証料をまあお支払いいただいてご契約をいただくということになりますと、まあえー、1600×300 ですから、まあ、いわゆる約50億のポテンシャルというものは まずとりあえずはあるんではないかなというふうに考えておるのでここはもう本当に、えーまあ、パイオニアとしてですね医療費用保証を作ったパイオニアとして、えー、まずは10%の病院さんにご導入いただくことを、えー、進めていきたいというふうに考えております。 はいいありがとうございます、えー、医療費用補償の次のご質問が、ですねあのちょっと今、お答えいただいたのにかぶってしまいますが、はい、あの具体的な施設数の目標について、どのようになっているものでしょうかといいうも,ものでございました、まあ、改めて10億、そして10%、そして20%、まあ、ここまでは十分にいけるだけのポテンシャルは、えー、マーケット的にもありますし、我々が持っているパワーとかアライアンスを考えれば、十分にいけるというふうに考えています。 ありがとうごございます。す、はいえー。それででは次のご質問です、えー、家賃債務保証から始まりさまざまな保証商品を提供されてきましたが次にターゲットにしている保証分野はどのようなとこになるかあの教えていただける範囲で結構なのでお聞かせください。 今、はいえー、と今我々の中でちょっと不安といいますかね、研究してリリースするまでに、えー、多少ちょっと考えている商材が、えー、実は2つほどございます。えー、申し訳ない、残念ながら今日の段階でど、何々保証ですよということはちょっと申し上げられないんですが、あの近々に1つう保証を作って、えー、提示したいというふうに考えています。あの先ほど絵でご説明したんですけど、まあ、ある方とある方との間に入って連帯保証しますっていう、この保証の仕組みをですね、 家賃保証医療費用保証介護費用養育費その他いろんなところでこの三角形の,あの保証の形というのはまだまだあ,のあるというふうに考えておりますまあただその補償の中でもですね何でもかんでも保証すればいいだろうというものでもないわけですから当然ながら全体とすると公助、えー、両属に反しないそして、えー、継続性があるそして、えー、まあ 我々とするとビジネスになる、収益性がある、それは継続的に、今でいう持続可能な商材であるかどうか、そしてわれわれがイントラストとしてやるべき商材なのかどうか、そこら辺を十分に吟味した上でで、すね適宜商品をリリースしていきたいと思っています。直近では2つほど今、研究しているところでございまして、1つはそんなに遠くない将来にご案内することができるかなというふうに考えております。 はい、ありがとうございます。えー、続きましてのご質問です。えー、オフィス向けの家賃保、えー、家賃保証の進捗はいかがでしょうかというものです。はい、えっ、ー、とオフィス向けいわゆる事業用ですね。えー、主に我々あの入居者居住用住居のものがほとんどでございます。で、えー、事業用ももちろんあのやってはいるんです。ただですね、えー、事業用っていうのはやっぱりうーん家賃と普通の、えー、個人の住宅のリスクと。 事業用リスクというののは、まあ、ご承知の通り違うわけです、えー、事業用ってことになりますと、いわゆるそのビジネス、その方がやっているビジネスそのものの,、えー、そその継続性といいますか、収益性というものが個人の信用だけではなくて、そちらに関わってきます。なおかつです、ねえーと、家賃の,その通常の住居の場合は、平均家賃がだいたい全国で5万 8000円、まあ、6万円弱ぐらい、東京だとまあ8万、10万になりますけれども、だいたい6万円前後ぐらいなので、まあ、極端な話し6、6万円の家賃を10ヶ月滞納してもまあ60万で済むわけですけど、事業用ってことになりますと、1ヶ月で家賃がまあ安いもんでも30万ぐらい、高いもんですと100万、もオフィスビルになると、家賃1000万なんてのはゴロごゴロあるわけですね。で例えば仮にじゃあ100万のお家賃だとすると、まあ、10ヶ月やられると1000万いくわけですね。 でこれは当然ながらあのそれが未就位になりますと我々の PL に大きくヒットしてくるという中においては多少、えー、住居より容領よりも、えー、ヘッジの仕方というものをある程度こうバランス持って行っておかなければいけないというところがありますまあ、そこにおいてはですね当社が全面的にリスクを引き受けるということですと,、えー、っとそれなりの滞納が発生した場合にはインパクトが大きいのでそこの裏側のヘッジというものをやっぱりこう、えー、作りながら。 そして審査も十分に対応しながら事業用というものを進めていくべきだというのが我々の考え方としてございますただおかげさまで少しずつそこの仕組みが完了し始めたのでそろそろ本格的に事業用も大幅に提供していくタイミングかなと。 いうふうに考えておりますので、そこにつきましては今後は進めていくつもりなので、もし IR 等でそういったものがあの開示できるもしくはお知らせできるのであれば、ぜひその辺をご覧になっておいていただければなというふうに思います。まあ,あの家賃保証保証会社ですので、あのまあ、変な話ですね、何でもかんでも引き受けろって言うんだったらいくらでも売上が上がると思います。ただコストが後から追っかけてくるということを十分に認識しておかないと。 売り上げは上がったけれども引き当てがガンガン上がっていって PL にものすごい影響を与えてしまったということになると何のために皆様と一緒にビジネスをさせていただいているのか分からなくなりますのできっちりと仕組みを作ってですねそのヘッジをしてしっかりと安定的にそういった商品を継続的に出していけるような仕組みを作るということが大前提だと思いますのでまあそこが ほぼほぼある程度、えー、完了して、えー、見えてきた部分がございますので、えー、事業用も今後、積極的に取り扱っていきたいなというふうに考えております。はいありがとうございました、えー。たくさんご質問いただいておりますが、時間となってしまいました、えー。時間内にお答えできなかった質問につきましては、後日公開する動画の最後部分でご紹介いたします。えー、会場の皆様におかれましても、ご質問、アンケート用紙にお書きいただければと思います。 それでは以上をもちましてイントラスト様の説明会を終了とさせていただきます桑原社長ありがとうございましたどうもありがとうございました引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます